芸人130万人 YouTuber が友達の LINE を SNS で晒してみたドッキリー。アメイアメイ。どうもガードマンです。キャピーン。このオープニングアウト通りになってます。なんとチャンネルガードマンから喋る LINE スタンプが発売されました。うるさいじゃん。うるさいじゃん。ごめん、しつこいぞお前。今までね、俺らが残してきた名言がこちらになります。それも喋るということでね、公式 LINE の方に MI の QRL を乗っけて、もう全員で送りたいと思います。で、全員でエグいでーって送ったら、もう MI シャドーボクシングしながら冬眠するよね。ということで、こちらの動画見ていただければ、校長先輩決まらないということで、出てみましょう。レッツビビンバ星人。なんか動画で呼びかけることをしたいっすけどね。それ、変わりすぎな、そういうの1個やるだけで。全然。3つの3つってあれ何なんすか？ 3 つの3つ？はい。集団行動。密着？密着。はい。ほんで密室。で、断密。ちゃうやろ。断密どこに関係ある？断密関係ある。密着、密室？秘密？秘密かな？秘密っすか？秘密。俺も最後3つ分からへん。え、何なん？最後の3つ何？何やろ？最後の3つ目なんなん？え、ガチなんなん？ 3 つ。最後の3つ。なんなんほんまに。え、蜂蜜？え、待ってな。え、密着、密室、ミツマングローブ。じゃ、何？俺でも何回ってもう、あ、マクド自体昔行ってなかったからな。いや、行ってないんですよ。うん。へぇ。そもそも。マクドが俺らから言ったら超豪華なディナーで。あと、俺、iPhone、これもう潰れるじゃないですか。うん。あの、QR コールといって送っといてもらっていいですか？ QR コール。はい、すいません。QR コール。どうやって出すの？コードっす。あ、QR コードか。はい。なんで、もう買えるんですよ。写真送ったらいい？写真、スクショ送ってください。了解。どうする？サブ撮るっすか？もう早速。サブ撮る？はい。撮る？カメラ回して。あ、持ってんだもん。はい、また明日いい。もう、サブ？パッて撮るサブ。何撮るか知ってます？何、持っておくの？あ、言った方がいいですか？言わん方がいいですか？言わん方がいい。じゃあオープニング声ちょっとさっきやってもらっていいですか？あとはいです。どうぞ、やばいかどうぞ。上腕二頭筋、背筋、いつでも筋肉ムキムキ。どうも、ボディービルチャンネルへようこそ。はい、ということでやってまいりました、ボディービルチャンネルへようこそ。今日はね、特別のお方紹介しましょう。ゲストで呼んでおります。筋肉ムキオさんです。どうぞお願いします。ムキオさんです。はい、ちょっと待ってくださいね。ムキオさんですよ。はい、ムキオですよ。ムキオさん来ますからね。はい、すげえムキムキですから。ムキオさん、筋肉ムキオさんやばいですよ。生徒と呼びました。筋肉ムキオさんです。あー、どうもこんにちは。筋肉ムキオです。どうもこんにちは。今日もすごいですね、筋肉が。はい、ということでね、今日は動画撮っていくんですよ。はい、いきなり本題向けます。はい、ということで、ね、今日筋肉ムキが教える、シックスパックドリームということで、今日ね、56回目のシックスパックドリーム企画ということで。シックスパックを作るんですか？シックスパックを作っていきませんよね。しかも56回目って言ってた。まあ、シックスパック、つながらないです。全くつながらないです。はい、今日する企画は、はい、一言で、はい、怒らしてみた選手権。いくらでも怒らせんで俺は。え、でもその簡単、もう臭いとかゴキブリとかもう怒れへんやん。怒れへん。ああ。怒った時点でもう即アウト。相手怒らしたらいいね、何をしてでも。とりあえず、はい、そ、簡単よ。怒ったら罰金。えぇ、10万円のやつ。もう絶対怒れへんで。はい、絶対怒んないでしょ。じゃあまず、じゃあ MI 君からこうやって座ってもらっていいですか？あ、僕ここに座って。はい。で、怒らしていくんで。あ、なるほどね。じゃあとりあえずね、一回座ってもらって。で、俺らが一回ずつチャレンジしていくって感じで。はい。やっていきましょう。で、行きましょうか。うわー、これ使ってまいそうやな、普通に切れて。我慢しよう。で、行きまーす。はい。あ、お疲れ。お疲れです。俺さ、お前にほんま感謝したいことあってさ。うん。ほんまにさ、俺、お前のおかげで、うんこ以下のものがこの世にあるってほんま知れた。お前のおかげで。ほんまにありがとう。あと、お前口臭いからさ、車のクーラーとかにつけるやつ、前歯につけとけよ。
今井くんってほんまに身長高いだけちょっとなんかもう目障りっすよね。なんか高い分もうどんだけ離れててもどこに寄ってもすぐ視界に入ってみたいな、ほんまにちょっと腹立つっすよね。どうでした？こんな感じでちょっと回していく感じで、今井くん怒らずみたいなテロップ入ってるんで今。あ、これはセーフなる。あ、どうやって、怒ってないでしょ。怒ってないです。我慢したよ。じゃあ次、俺食らうわ。で、言ってきて、俺に。あ、ガード前に次、怒らせて。はい。はい、お願いします。お願いします。ちょっと待ってね。はい。ちょ、カメラいけてる？あ、大丈夫。ごめんな。あ、ちょっと色ちゃうな、それ。お前ちゃんとやっとけ、お前。すいません。これ、お前。色いける？これで。大丈夫ですね。これでいけるか？はい。ちょっと待って、ごめんな。ではお願いします。 MI 君からどうぞ。いいですか？はい、お願いします。どうぞどうぞ。ひゃー、見つけたぞクソガキが。おい、お前ボコられたことあるか？な、ちょ、電話来た。ちょ、うるさいって。電話来た。携帯もう預かっとけって。思いっきりなんかスタンプ来てるし。俺飛ばっちゃったもん。うん、100件超えてますよ。気をつけてくれ。じゃあもう一回、もう一回お願いします。すいません。僕からでいいですか？あ、じゃあ山ちゃんからこういうか。あ、山ちゃん、OK。はい、じゃあ山ちゃんからお願いします。ガードマンってさ、そのなんかキノコヘアとかやってたけどさ、さっきほんまに自分に合ってやってると思ってる。いや、引っ越しいっすよ、こいつ。思ってた、大丈夫？降りていいっすか？はい。やばいよな。あららら、あらら、どうしたんだい？何欲しいんだい？これ、え？なんか、変なやつだな。ん？ん？どういうこと？なんか、どういうこと？すいません。なんか、携帯めっちゃ鳴ってなんか、スタッフめっちゃ。ちょ、20万。えらく、どうしたんですか？聞いたことないっす。桁いってる。20万だ。何が起きてる？どうしたんですか？ちょっと、何が起きて、何が起きて、何が起きて、わかんない。 iPhone に何が起きて流出しました。ちょっとバグった、もう絶対潰れてる。イグ、見て、こっからめっちゃ増える。なんでなん？なんか、もうバグった、まだった、もう終わった。あ、もう潰れ。ちょっと待って、なんで、なんで、どうしたん、どうしたん、なんで、なんで、何を知るん？え、俺は全く知らんすよ。全く知らんことないよ。何を知るん？また20万。え、なんか20万、100万、一十百千万十万、もう潰れた、潰れた、早く潰れた。え、ね、まだ増え続け。え、ちょ、何をした？もう意味かわからん、俺は。いや、俺ではないっすね、マジで。え、俺ではないとかじゃなくて、何をしたか。誰やった、誰やった、マジわかんないっつって。わかんないわけない、お前らやん。何をした？まあ、とりあえずでも、怒ってんで10万だけもらっていいっすか？ひねり潰すぞ、お前。待って、最高やろ。90万はエグいって。もう止まって、もう増えてんのに。やりすぎやな。やりすぎ。1億ぐらいいってますよ、正直。いや、1億いってるよ。1億いってんねんで、ないんで。え、もう、あるよ。ちょ、待って、これ、ちょ、一応聞いていい？マネージャーに聞いていいっすか？多分、友達とかが送った可能性が。すげえ、ごめん。あ、すいません。関さん。はい。なんか、MI 君のなんか LINE 流出したんですけど。おかしいっすよね。これ、なんでかわかります？なんでなんですか？え、これ、え、誰がやったんですか？これ、なんでなんですかね、これ。なんか、エマイ君が関さんに聞けって言って切れてんすよ、今。いや、これおかしないですか？これ、もう、これ、潰れたっすもん、iPhone。これ、事務所じゃないっすよね？いや、僕はやってないっすね。すいません、ありがとうございました。また、ちょっと、はい。これ、さ、公式 LINE のアカウント持ってんのって、これ、俺と関さんだけやから、これ今電話して、関さん違うって言ってんか。違うっつって。おい、じゃあ誰なの？お前じゃーん！お前じゃーん！